やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。今のところは大丈夫です。やりましょう。俺これ
初めてやった時、いやマジですよ、これ菅原さんやった時、はい、5キロなんでこれが動かないんですよ。マジで動かなかった。初めて来た時動かなくて、大滝さんとか他のスタッフがザワザワってなってて、そこ動かない。1、2、2、ちょっと待って、3、4、5、さすがに6、6、よし、これ1回もできなかった。OK、はい、これですね、もう僕これだけで感動ですマジで感動。菅原さんじゃあやばいってこれにしましょう。さすがにやばそう。やばいって。でかいのを2枚にしましょうか。やばいよ。よし、序盤で死んじゃうよ。
気になるんですけど、二の腕、二の腕って上半身で3番目に大きな筋肉なんですよ。ここ、あ、そうなんですか。めちゃめちゃでかいですよ。これ何キロですか。これシャルルさんが今持ってるのはさっきのが全部で30キロ、ウォーミングアップ、今からやるのが40キロです。まずいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、もう10回、1、強い、2、すげえ、3、すごいですよ、4、5、6、7、8、頑張れ、9、ラスト、おー、すごい、全然すごいっすよ、40、マジすごいわ、これはすごい、ここぐらいは限界よ。いや、筋肉量、相当多いと思いますよ、すごいな。よし、はい、いきます、はい、はい、1、2、膝を3、前、4、5、これ、6、7、8、9、あと5回、10、ここで立って、1、2、3、4、ラスト、5、やぶや、やぶや、もう10回目がないですよ。幸せ。俺は重いものを持ち上げて楽しいと思わない。一旦休憩で。じゃあ宣伝いきましょうか。はい、というわけで今回はね、ビヨンドさんの、飯田橋店にお邪魔しております。いつも俺がいるのはね、錦糸町店なんで、はい、いろんな店舗があるのでね。で、俺の配信見てる人なら分かるんだけど、2年前ぐらいから俺のビジュアル変わったじゃん。ここのおかげです。ここにダイエット法だったり、それこそ今みたいな筋肉トレーニングだったり、食事の写真とかを LINE で送ると、そのメニューのどれが悪いかとかアドバイスしてくれるんで、通ってみてください。ビヨンド、飯田橋店さんで配信しております。引き続きお楽しみください。頑張ります。じゃあベンチプレスやりましょうか。あ、行きましょう。来ましたね。でもこんな腕プルプルな状態で今からベンチプレスやばいよ。せっかくやんで、うん、俺がジムに来たがらない理由ナンバーワン。ちょっと一旦フォーム見ながら、はい、で、そうですね、シャルさんの握る位置はそうです、はい、ベンチプレスをでもやってる方いらっしゃるんですかね。ベンチプレス、いや、視聴者にも筋トレやってるユーザーって結構いますよ。自分の腕上腕が床と平行の位置、シャルさんピンって横に伸ばしてみてください。これ床と平行じゃないですか。ここから肘を90度に曲げてもらいます、うん、で、自分自身が90度に曲げた位置のそのまま上を握ってもらいます。こんな感じです。これでギュッとベンチプレスは握ってもらいます。わかりましたか。わかりました。自分腕短いですよ。わかりましたか。気合ありますか。ああ、やりきりました。腕短いから上がれないいつも思う。ベンチプレスってなんでこんなに絶対にやるんですか。なんでですかね。なんかトレーニングイコールベンチプレスみたいなとこありますよ。面白いっすよね、ベンチ。まあ、成長を一番感じるんだよね、これが。それです、うん、指標になるトレーニングで体が今の菅原さんみたいに変わるって相当な年月じゃないと変わらないんですけど、重りがちょっとずつ上がっていくって一個モチベーションになるってやっぱ楽しいですよね。間違いない、楽しかったのですよ。自分なんか筋トレのやってる人とかにいつも聞くと、みんなこれ楽しいって言うんですよね。はいはい。これを楽しめないやつは筋トレを楽しめない。どうですか、シャルシーはどうですか。ほら、とろ、ほら、これ。1、はい、2、フォーム上手なんですよ。3、はい、めちゃめちゃ綺麗です。4、はい、5、バッチリ、6、はい、7、あと3回、頑張れ、8、あと2回、キュー、ラスト、はい、頑張れ、よっしゃい、オッケー、いいですね。いや、シャルさん、うまいっすよ。安定感、めっちゃフォームきれい。自分の体重分持ち上げたってマジ。うん、自体重いったね、最終、うん、シャルさん、今体重いくつでしたっけ。じゃあシャルルさん今日100キロで。そうなります。そうなります。なんか100キロって結構皆さん節目らしくて、節目100キロを超えると危機感が出てくるらしい。なるほどね。さすがに100キロはやばいなっていう自覚があるらしいです。なるほど。頼りはそれだけ。うちのはレベル違います。100
キロはずっとありました。健康診断でやばいって気づきました。ああ、いいですね。レベル違いますよ。そこら辺見てたらレベル違いますよ、うちのシャレ。この顔見てください。これですもん、うちのシャレは。配信始めて、10年で30キロ。なって教えたのに、昨日あの揚げ物付きのカレー食って、一昨日は友達と焼き肉食ったんだよな、お前な。おいおい、ちょっと聞いてほしいよ。おいおい、野菜カレーとほうれん草カレー、バターチキンを避けたの。違うよ、大竹さん違うね。もう、まあ、油はもうすぐカレー何種類もあって、横に唐揚げみたいなのが何個もついてんだよ。いいやつないよ、揚げ物が。夜は焼きお肉とチアシードのゼリーで。はい、もう大竹始めよう、大竹始めよう。もうダメ、もうダメ。あれ健康しないじゃないですか。調整してるんです、しっかり。そう、総合判定も D になってます。すごいな。シャルルさんの場合は、魚の油を取った方がよくて。多分魚は毎日の飽きるんですよ。はいはい。お酒は飲まないですか。飲まないです。あ、じゃあ完全食生活です。酒飲まないんで、肉は許してもらっても。はいはい、違うんだよな、大分生まれだから海鮮食べたくないんだよな、飽きちゃったんだよな。お前何言ってんだよ、海鮮食えってんだよ。ラストなんか家トレを、はい、俺トレシャルし実演して、はい、脂肪を減らすような、はいはい、なんか家でできるトレーニングで、マンションの人とかは音立てられないから、うん、音立てないようなトレーニングだったらいいかな。いいですね、うん、OK です。消耗期間の量を稼ぐ、はい、脂肪燃焼するってなった時に、はい、スクワット、スクワットになるね、自分のねスクワットは最強、うん、お腹周りを引き締めたくても、うん、背中を引き締めたくても、うん、スクワット、うん、正しいスクワットのやり方を、それです。これ意外と知らない方多いので、うん、いろんなスクワット今言われてると思うんですけど、うん、まず基本的な、一番基本的なスクワットの定義として、しゃがんだときに、この今の僕のすねの角度と、この上半身の角度が平行になってるの分かりますか？こんな感じ。しゃがんだときに、しっかりと平行になるように。すねと上半身がこうちゃんと平行になってるように。これがまず一つ。正面から見たときのフォームは、とにかく膝が内側にこう入ってこないように。これは膝の怪我の原因になるので、つま先の抜けた方向と全く同じところにしゃがんであげてください。あ、なるほどね。大体つま先の角度も30度から人によっては45度ぐらいで、はい、この方向にちゃんと膝を向けてあげる、はい、この2つ。今見てる視聴者の人たちも一緒にやってみましょう。今その座ってる AT レーシングから立ちなさい。ちょっと待ってる人になって、ちょっと一緒にスクワットやろうか。おい、やりましょう、やりましょう、みんなでやりましょう。みんな、みんな座ってる人。一回しゃがんで、はい、しゃがんでストップ、キープ。で、すみません、横の鏡見て、少しお辞儀したらです。そうです。うわ、きまっ、これ今平行になってるの分かります？きこれ、今めっちゃきれいです。せーの。よし、めちゃめちゃうまい。で、いいぞ。3、完璧です。シェー。はい。ゴー。繋がってる関係にあるので一緒に使ってあげること。こんな感じで行きましょう。はい、はい、1、2、3、うまい、シェッバキバキすぎる、5、6、
ドーナツも食べてない。じゃあこのまま継続してたら痩せるのかな。